どうも、クリオネ大使館です。今回は、ポール・ピアース、ケビン・ガーネット、レイ・アレンの能力を融合させた選手は、どのような結果を残すのか検証していこうと思います。今回の3選手の能力は2007、8年のセルティックスからではなく、オールタイムセルティックスから持ってきています。前回作成したブルズビッグ3と同様に能力値は99になりました。インサイド関係はガーネット、ミドルやドリブル関係はピアース、スリーとフリースローはアレンって感じの振り分けでした。この融合選手であるフレッチャー君はもちろんセルティックスに入団させます。もともと選手層が厚かったチームがラーメン二郎のチャーシュー張りの厚さにグレードアップ。これは間違いなく優勝候補ですわ。ポジションは2から4番できるようにしましたがメインは4番をするようですね。個人的には2番とかして欲しかったので無念。それでは開幕戦のフレッチャー君のハイライトを見ていきましょう。開幕戦17分の出場で11得点、4リバウンド、2アシスト、1スティール。今回は、活躍をブラウンとテイタムに譲っていますね。でも確実にこの新ビッグ3は強いですね。それではシーズンをシミュレーションしていきましょう。果たしてフレッチャー君はどのような結果を残すのであろうか。まずは個人賞から。MVP ドンチッチなの？ボストンビッグ3よりも強いドンチッチ、化け物すぎる。なんかブルズビッグ3のワット君の時と違って圧倒的って感じじゃないですね。新人王のみ受賞でした。なんかアンセルフィッシュって評価があった通り控えめなのかも。あれ？ここにもいないなんて意外すぎる。3人を融合したのにおかしいぞい。ですがチームは東の1位になりました。それではプレイオフ初戦のウィザーズ戦を見ていきましょう。果たして勝つことはできるのであろうか。この試合初得点は、ブラウンのダンクから。対するウィザーズはビールがレイアップで得点。そしてセルティックスはフレッチャー君のポストで追加得点。セットプレイからフリーを作り出してビールがスリーポイントを沈める。だがこちらも即座にテイタムがスリーポイントで反撃。フレッチャー君がインサイドで得点を狙うがアブディアに見事に守られる。リバウンドをウィリアムズが取りフレッチャー君がミドルシュート。このクォーター2本目のスリーポイントをビールが沈める。そしてスクリーンからドライブでダンクで連続得点。1クォーターはウィザーズが1点差リードで終了。2クォーター最初の得点は、テイタムのダンク。ウィザーズはギャフォードのダンクで得点。だがすぐさまデリック・ホワイトがダンクで得点。クズマがドライブからこのタフショットレイアップを決め切る。だがここからセルティックスが連続得点で点差を広げる。持ち前のディフェンスの硬さを披露しつつ自分たちは得点をコンスタントに取り続ける。なんたる理不尽なチームなんだろうか。そしてセルティックスが7点リードで前半終了。3クォーター最初の得点は、フレッチャー君のダンク。スマートがドライブからレイアップ。そしてプリチャードがスクリーンを使いドライブ。ギャフォードからファールを受けて、バスケットカウントを決める。そしてフリースローも決めて3点プレイに。対するウィザーズは八村がスリーポイントで反撃。プリチャードがドライブに行くがビールと八村がブロック。このブロックを皮切りにウィザーズが反撃ののろしを上げる。離された点差を少しだけ詰める。
3クォーターはセルティックスが9点リードで終了。4クォーター最初の得点は、ビールのダンク。フレッチャー君がダイブしてスラムダンク。そしてフレッチャー君がボールをプッシュして派手なパスでアシスト。八村のパスからアブディアがゴール下で反撃。スマートのパスからフレッチャー君がダンク。ビールがドライブでダンクで反撃。そしてビールがタフなレイアップを決める。だがこのテイタムのスリーポイントでウィザーズにとどめを刺す。12点差セルティックスがリードでプレイオフ初戦を勝利しました。こちらがボックススコアです。フレッチャー君が16得点10リバウンドでダブルダブルを記録。16分でこの活躍はすごすぎますね。対するウィザーズはビールが18点で孤軍奮闘。サポートメンバーが不発でしたね。2番手であるポルジンギスがもっと活躍しなければですね。それではプレイオフをシミュレーションしていきましょう。果たしてどのような結果を残すのであろうか。なんと優勝していました。おめでとうセルティックス。ファイナル MVP はフレッチャー君でしたが、やはりスタッツは突出はしてないですね。こんな感じでしたが、意外とファイナルは接戦で驚きました。なんだかんだシミュレーションすると強いペリカンズ。ザイオンのポテンシャルには魅力しか感じないですね。それでは最後にフレッチャー君のシーズンとプレイオフのスタッツを見ていきましょう。今回の検証は以前のブルズビッグ3のワット君と違って圧倒的な結果は残しませんでしたが、なんだかんだ安定しているって感じですね。これもビッグ3の性格の違いというか能力の違いというか、同じ能力値99でもこんなに違うなんてなんだか面白いですね。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。